誰のために走るのか、何を求めて走るのか。 <laughs> どうも、えっと、持ち主ゲです、どうぞよろしくお願いしますということでね、え、プレス、惨敗っていうことで、明日が見えない、明日が全く見えない。 こんなはずじゃなかったのに、こんなはずじゃなかったのに、マジで。<laughs> な,んなんてこったい、なんてこったい、これ。<laughs> あっ、あっ、あ <laughs> あ、ぎっぎっあ、こんばんは、しんがり、まれさん。ぱっか、俺のことですかっていうね、そうそう。ああ、マジでこんな、こんなはずじゃなかったのに。こんなはずじゃなかったのに。 何で,でなんだよ、マジで。なんでなんだジこれね、違う,違うんだよ本当などううこと、どういうことだよ、これ。どういうことだよ、これ、マジで。いや、もうね、いや、確かにな、これね。いや もうね、本当は、ちょっともうね、恥ずかしくて言えんのやけど、あると思ったんだよ、ブレスこの辺でさ、ちょっと、もう勝ち上がり的な、これ、馬なり圧勝的な、あると思ったんだよ、本当に。マジで。もうパドック見てても、あ、もう、これ完璧に、ちょっと、馬っぷり違いますねと、と。気配もいいし、馬体もいいし、マジで。 <laughs> こ、な、なんなんでだよ、これちょ。教えてくれよ、むしろ、じゃあ、これ。なんなんだって、一体。しんがり軍団総ん、いや。やかましやゃん、ボケー、これ。な、なんなんで、え、ブレス負けたけど、約束とか。だいたい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 ちいたいね、もう、あのー、もういた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 いていていた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 いん。いた 水族がシクシク痛いんですよね。そうそうそう。うん、えシンガリ軍団ってシンボリ軍団みたい。かっこいい。どこがかっこいいよ、これ。めっちゃかっこ悪いんだけど。ほうそうそう、ということで。もう今日も散々だった、本当に。もうシンガリブレス。まあそうなんですけどね。や、も <laughs> えー、木村ジョッキーに2回乗ってもらって、2回ともシンガリ負け。えー、その馬主、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということでね。もう無理だ。 もうあかん、これ。マジで。どうするん、これ。どうすんだよ、これ。もう手当ても出ないんだけど、これ。吸着以下は、C さん。うん。どうすんだよ、これ。だ、じゃあな、せめまあ、これ聞く逆に。しんがり負けと思ったやついるこれ。始まる前に。俺、しんがり負けになってブレスがな。うん、いや、わかるよ。着外はどもう、おっとかこ、こょ手を振るんじゃない手を、これ。 どんだけこれ、おいおい、わかってるぞ、ジェヌインって。パッ、パッ、やろうってね、ちょっと人数多すぎ、これ。なんだよ、これ。もうね、マジで、ちょっとありえんし、これどう。どうすんだよ、これ。負けすぎだ、もう下げろ、下げろ、下げろ、もう。下げろ、下げろっていうこと。うーん。えー、マジかよ、これ。3、えー、着以内外す方が不思議と。どういうことだ、それ。3着以内外そうが不思議と。 思うくらいだった。あ、そういうことやね。あ、いい子、いい、そうそう。そういうことや、本当に。おうん。どういうことやねん、これ。目を疑ったもん。俺、初めてだよ、本当に。自分の目の前にして、一言も言葉が出なかったの。おうん。え普通に化けんないと思ってた。その代わりつい、いや、いや、もうね、そういう、もうね、もはや、分かったことが一つある。おうん。ね、馬体とか、ね、硬いとか背中とかもう何にも関係ねえよ、これ。おうん。もう走る気がね。 ゼロっていうことで。うん、え今来たばかりなのですよブレスは何着でしたか勝ちましたか、えー、後ろから1着です。はい。まあ、ドベっていうことでね。そうそう。しんがりはテンプレ。なんでやねん。どんなテンプレだよ、それ。もう死んでしまうわ、そんなこと言ってたら。そうそう。えいや、早熟とか言うのは、いかんって、それは。うん、もう、引退するまで早熟という言葉は俺は認めない。うん。と いや、ない。絶対な、こだってな。じゃあな、まだ1年も経ってないんだよ。これ、デビューしてから。まあ、そのだデビューな。うん。半年だよ、半年。なんでここまで下がるん、これ。これ何秒もこれだって。同じね。例えば、やや今日、やヤもか。いやお今日、重モ場だよな。デビューも重モバなんだけど、タイムな。タイム。今日、タイム何秒よ、これ。ちょっと見てみようか、これ。今日、タイム。えー、ブレスタイムね。ブレスタイム。34秒8。ね。 これ 6, 6秒以上これ伸びてるんだけど、6秒以上、これ、何バシンこれ、6秒って。30馬身、30バシン半年で30バシンも変わるかっつーなえ、えレース解雇もうしない。レース解雇して何が得られる、これ、何も得られない、もうね、むしろも,もうね、なかったことにしたい、もう本当、すべて、もうすべてなかったことにしたい言う人、調子悪い、すいません、もう、僕が調子悪いですうんそうそうえ。 まずは顔出してとか、もうちょっとね、まあ、とりあえずね、ちょっとね、このもみ苦しい顔をちょっと、まあ、ご覧くださいということで、コントロール、シフト、シーということで。キケー。<noise> くっそ。くっそ。キっー。いうことでの、の 何これ無理まあ、何もまだ出してないんですけど、これ。ちょっと。まだ半分しか出し。バカにしやがって。くそー。<laughs> もう腹立つ。マジでこれ。マジ腹立つ。ほんとに。 何なんだよ、一体これ。どうした、ブレス。なんで寝るん、君たちとして。なんで寝るん、そこで。え眉毛もはげてないか知るか、ボケ、そんなの。はたたつまじで、ほっとね。ここもね、ちょっとまあ今ちょうどうバチも開いてるわけなんだけど、どういうことよ、これ。 どういうことよ、これ、本当に。ちょっと誰か教えてくれよ、これ、もう。どうなってんの、これ。ちょっともうカメラが固定できんわ、しかもこれ。おうそうそう。えしんちゃんき、今日良いことにしてあげる。1月の時点で1分30秒売れたよ。そっかバカ野郎本当に。関係ないよ、それ。そっかじゃないよ、本当に、これ。ちょっと見てみようか、これ。どんこの編成を見てみよう、これ、ブレスの。おうおうこれだよ、マジで。 ね、デビュー戦、1分28秒8、上がり36秒9っていうね、これ衝撃的なデビューから、ね、早半年。おどうよ、これ。おまあ、こう、両馬、もう両馬もはや関係ないよね、これね。おこれ今日のこれ今日かいや、違うな。もうタイムどんどん落ちる一方なんだけど、マジで。えはい、橋本忠夫先生、いい加減にしてくれませんかね。まあ、こちらもそう言いたいですね、本当ねね。もう、どうなってるんですかね、これっていう。 マジで。おねたけしさん、今日、あっ,って言ってたね。おうそうそう。あの、う、あの、大臣の,あの表彰式、あ、まあ、あの、何、アーカイブ見てほしいんだけど、あの表彰式の時に、たけしさんに握手してもらって、たけしさん、うちのブレスもよろしくお願いします。たら、あっ,って言われた。うん。あっ,って言われたよ。うん、うん。そうそうそう。え、次、吉村乗れば馬券いだな。もうね、わからん。うん。ごめん、馬主、もうね、ブレスのことわかりません。おむしろもう教えてみんな。お、どうしたよ、これ。 おうえ、これが典型的に装熟ばいや、もうなんん何総熟って、マジで。総熟ってそもそも何っていうね。おうん。はみ取らないハミ全然取ってないんだって。おうん。走ってないんだよ、だから。おうん。そうそう。もう次々詐欺には騙されない。もう次はない。何がいな、それ。どういうことよ。おうん。いやも、もうな、もう、どうするん、これ。しんどい。手当も出ない。もう死ぬしかないのか、これ。 おそうそう、え汚い手で、迷子触らないと、バカ野郎。手にはね、精子がついていた。ね、ちょっと受精の可能性ありってことね。そうそう。おあっ,って言われたわ。マジで。たけしさんに。そうそう。ん待って、ピークすぎたら一気に物にね。ピークっていうのかな、まあ。肉体的なものはね、もちろんそんな変わりはないんだけど、まあ、精神的なものは来とるよね。もう完全に走る気ないっていう。おう。まあ、ちょっと書いとおうか。マイネルブ,、えー、ブレス、ブレス。なんだよ、これ。マイネル。うん。 走る気、ゼロと。うん、まあ、こう感じよ。おうん。これどうするんこれ。どうしたいんだよこれ。おう,うん。ん遭水に、直に行きたいね。ほんとね。おうん。岡田総帥おうん。どういうんかなこれね。そうそう。C32 組で走る能力の馬じゃないのに C32 組以下の走りしかできない。そうそう、そういうことよ。うん。歯み取らないんだもん。だって。おうん。 帰ってきても息も上がってないし、汗もかいてない。おうおどうすんよ、これ。ね、おっさんのランニングカーって。まジで。なあ、ただシャワー浴びに帰ってきただけじゃんっていう。おうん、そうそう。出かけてって、ブレスの短所買わなくてよかったで、助かりました。あ、よかったですね、ってことでね。そうそうそう。もうなちょっとでもなこれな正直なこの,このしんがり負けっていうのはね、もう本当にね、未来が見えない。あ明日が見えない。真っ暗だよ、これ。 まして、進化、これよ、これ、これ。うん、前にたけしさん乗ってくれた時もこれだったんだけど、おうん、これ。ちょっとなぁ。ちょっと、まあ、吉村さん乗ってもらっても結局これなんだけどね。おうん、その前は。うん。ちょっとなぁっていうね。おうん、え、ウォータークッ ディスクスも一気に崩れたけど、あれも意味わかんなかった。もうね、わかんないよね、本当に。おに。ここ、だって半年前だよ。そんな早いんっていうね。おうそうそう。じゃあ今頃ビールで飲んでくつろいでなおっさんかもうそれ。完全におっさんじゃん、それおうそう。またこれ、もうほんとね、これちょっとすぐ食おうとするよね、君ら走らなくなると。他に食うもんないかって、このまた腹ペコ中。 これ腹ペコ中また出現ってことで、これ。そうそう,う。下手すらジャパンより、いや、ジャパンよりは弱いよ、今。うん。タイム的に言ったら。うん。だってもう今、ジャパンって1分33秒台で両馬場走るからね。うん。重馬場でそれよりも全然遅いんだけど。うん。どうしたらい,いの、これ。うんえ。え今日も背中硬そうでしたね。もう、いやもうね、もうそのレベルの話はもうないような気がする、なんか。うん。なんかね。 もうなんかもはやはそのレベルの話じゃないんじゃないかなっていう。おうん。急にやる気なくす。まあ、いるよね。いるのおうん。どうしたいのそういうマンに対して。もう走らないのそれ一生。終わり終了なのそれ。おうん。ジャパンの方が強い。今はね。うん。今そうだよ。これさ、もうどうしようもないよね、これね。おうん。これ。 どうするんこれ。うん、ええむらとして何か一言お願いします。まあ、飽きてるんでしょうね。うん。そうそう。うん。ビッグウィーク,さんビッウィークって今どうしてるのそれ。うん。駐車駐車パニックはなんでやねん。なんで共食いすんのそこで。うんブリ。いや、ブリンカーつけてる、今。まさに今、ブリンカーつけてるんですよ、本当に。うん。ブリンカーつけて走らせてるんですけどね。そうそう。うん。やる気なくして、馬の。 対処法。な、なんで食うんだから、もう、この腹ペコ中は、マジでおえ。ブレス終了、そして待つの。まあ、あちょっとね、マジで、いや、そこはね、本当に、ブレスこのままいったら、ほんとも倒れになりかねん。マジでお。どうするんっていうな、ブレス買った時の金は。そうそうそう。おビッグウィーク用意で。あ、そう。見てみようか、ビッグウィーク。ビッ,ビッグウィークと。ビッグウィーク見てみよう。おそこまで言うやったら。ビッグウィーク、ビッグク。 ビッグウィーク、ビッグウィーク。ビッグウィーク出てこないよ、これ。ちょっと待って。ネット競馬ビッグウィーク見てみよう。うん。ビッグウィーク。まあね、これ、菊箇所でね。うん。有名、いい走りをしたビッグウィークですが。ああ、なるほどね。うん。まあ、ボロボロですな、と。うん。いや、でもなー、まあ、そうといえばそうだけどさ、これ。うーん。え 客室展開いや、もう本当ね、今日もね、逃がすつもりだったんで本当にお。前に行かすつもりだったんだけど、もうゲートすら出ないっていうね。そうそう。で、そのままや、もうあとはみ取らず。うん、マジで。はよ、売れ。もう売れませんね。多分。売りたくても。そうそうそう。もうそのままだよ。うん、じジュ,ルジュルどうしましたかっていうね。そうそう。オータクティクス。あ、オータクね。うん。オータクティクス。うん。でもね、本当つらい。さすがにこれはつらいわ、ほんと。うん。オータク。 うん、まあな、でもまあまあ、でもそれでもね、まあ、ちょこちょこ行ってるけどね、これもね。うん。そうそうそう。いやこんなんなのかな、こんなんなっちゃう。こうも終わりこれ、本当に。信じられないんだけど、これ。そうそう、大田くね。うん。まあでも今日、風強かった寒かった寒まい,いや、寒くないよ、だって俺、現地行ってたんだもん、全然。ていうから、ね、もうそういうレベルの問題じゃない気がしてきた。もうなんか、ようやく。ようやく気づいた、俺も。 おうこれやばいなと。うん、ちょっとね、もうだ,だからね、多分ね、どこの競馬場に行っても、ね、どんな条件走しても、多分ね、変わらないんだと思う、今これ、ブレスは。もうなんかね、その別のきっかけを使わまない限り、そうそう、うもう一人逃げ作戦はこうや、やるよやるよ、次も多分次もやると思う。うもうそれしかないと思ってるから。そそうそう マイネルブレスね。うん。まあ嘘、うちの間ですけどねそれ。いい例かなと思ったら、俺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 っていうね。そうそう。うん。鮮度があるうちに、ま,また食おうとして、本当に君ら。ちょっとね、こう調子悪くなるすぐ食おうとするよね。これちょっとき、君らのね、ちょっと、どこにはね、かませませんか、うちのま。は。そうそう。うん。今日は、道中、押しても押しても動かなかったし、逃げるかわやし。そうなんだよ。うん。だから、結局ね、たけしさんも今日言ってたんだけど、まあ、舐められたなと、うん。言ってたらしい。うん。上がってきてね。 そそうそう,そうだから、まあ、そう思うと、まあやっぱ相性はまずね、良くないと。お2回連続侵害だからね。そうそうそう。うまあとはいえよ。う吉村さんでもこの辺やってるからね。うん、ちょっとなー、もうね、どうしたらいいんだろうなーっていうね。まあ、この辺のね、まあこれもね、きき C さんでさ、これどうよっていう話もあるんだけどさ。そそうそうえ 中古のポンコとか、まあ、本当に難しいのはよく分かった。おうそれはね、あのー、意味なくね、やっぱラフィアも手放せないよねとおういう話なんだよ、やっぱりおう。そうそう。中央とかなら一度芝でかまして。 ってこともまあできるんだろうけどね。あとは、まあ、多条とかっていうのが、いろいろあるからね。そうそう、遠征とか。うん。あとは距離伸ばして、きっと地球をつけさせる。あのね、c んなんで、専用しかないんですよ。そうそう。うん。え、なんでこれ、このタイミングでギャーですかっていうね。そうそう、うん。木村舐められたところで、あんた誰あじゃないよ、本当に。ちょっと、ほんとオーナーですけど、ね、ちょっと、ほんといつか言ってやろう、ほんとに。たけしさん、ほんと。そうそう。えー、1度0 0度補充しよう。いや、だからね、それが難しいんだよな、地方って。うん。特に下級クラスの馬って、どうにもならないんだよ、本当に。 お専用しかないから、C3 って、うん。だよね、これ。おうもう使いはないんで、本当に。寝ニサンでの血が入った。また食うのか、本当に。もう本当に死んでくれよ、もうマジでお。ブレスは遠征できるのできないです。できないんですよ。はい。 あの遠征できるっていうのが、まあ、その、旧社にいながらなんだけど、基本ね、まあ、転究ってのあります。はい。ただ、研究っていうのは、本当、その、まあ、当然、お金もかかるし、輸送代とか、その、転究費用とか、あとは、自分が全く見れなくなると、うん、いうので、基本、それは、したくないなと、うん、いうのはあります。はい。そうそうそう。うん、ジュルジュルじゃねえよ、マジで。え前、写真撮ってた人の、ん馬、ま、だ前、写真撮ってた人の馬だえ、どういうことうん、これ ブレスブレスは僕の前ですよ。はい。そうそう。前はラフィアンっていうあ。あ、ラフィオさんとラフィアンは違います。はい。ラフィアンっていうのは、あのマイネルっていう馬を管理してるとこクラブですね。はい。レッドと一緒です。うん、そうそう。えー、なんで性格の問題ある馬ばかり買うのわざ,わざと買うか、そんなもう、ま。わざそ、もっと素直な子欲しいよ。マジで。ポアドンブラックみたいな。なあ、今日よく走ったよな、ほんとね。もう、もうライジンもね。体はね、そんな問題、 だ体、むしろね、ッまっぷりはね、もうピカイチだよ、今日だって。うん、ブレス。何にも見劣りはしない。うん。ただね、歯みを取ってくれないんだよ、本当に。走る気がないんだよ。これ、ね、走る気、ゼーーみたいな。 ね、ニュース番組か、バカ野郎、マジで。そうそうえしんちゃん、癖があるましか買わないの難しい。いや、あのね、意図してるわけじゃないです、本当に。うん、全然意図してるわけじゃないんですけどね。そうそううん、プロってすごい黙って、分かって人に売るんだから。まあね、それはそうじゃなきゃ、まあ、下がってくることもないですよね、中央からっていう話もあるよ、それは。うん、ただ、ワンチャンね、でも、最初にさ、まあ、ちゃんとね、ピッとこう走ってるわけじゃん、これ、うん。見事な加工船だよね、これね。 こんなところから一気に C3 の最下位まで来るのこれ。そんなもんなのこれおう。マジで。え、現実的な話、夏までに好転しないと、転休等と思いや、転休したって無駄だよ、もう、はっきり言ってね。うん。だって走らないんだもん。うん。は取らないんだもん、だって。おうん。そうそうそう。え、正直言うとブレスは取りつかりません。お払いしましょうか ?50 万ですかあるかそんな金が。 その金あるんだったらもっと別のことっするわ、ほんとにそうそう。まだお薬が効いてたんですね。何の薬これ。あ、ここ何の薬よ、それ。マジで。合法だったら何本でも入れたら、そんなん。ね、この加工船が鮮度の流れ。いや、くてもね、こんな落ち方って、まあ、そうだけどさ、なんという、だってまだ4歳だよ、だって。 4歳だよ。もう、もうちょっとなんかさ、あるんじゃないかなって思わないだって。うん。そうそういつまで走るんだこの、いや、いつまで走らせるんだとか、いや、だってさ、それは、さ、じゃあやめますっていうのは簡単だけどさ、せっかくさ、ここに来てくれたのに、そんな安すと諦められんだろう、うこれ。うん。 マジで、どうしたら走ってくれるんだろうな、これ。もうな、ブリンカーつけたってもうダメだし、たけしさん追ってもね、反応しないし、歩いてるわけだよ。まあ、要はね、汗もね、何も息も上がってないわけだから。そうそう。買ってすぐ1着、2着、その後って、どこの怪しい通信機本当だな、これ。見事だよね、これ。1、2、4、10、10、7、8。で、4、3来たと思ったら10みたいなね。 振り出しに戻るかっていう。そうそう。うん。初戦スーパーミー勝利。まあ、でもね、まあまあまあ、入着をずっと繰り返してたわけだよ、ここ。おうん。何だったんだろうっていうね。そうそうそう。うん。え、中央ではダートだったの芝。あ、両方両方。うん。芝初戦五着から、まあ芝十2十一と来て、あとはもうずっと1桁。うん。これダートね。そうそうそう。うん。ブレス、ダート、大嫌いなんでマジで。いや、だから中央でダート走ってるんだって、ずっと。うん。まあ、決闘的にもね、ダートではハハ系は。 おうなのにさ、もうね、正直に言う、マジで。もう分からん。おううどうしたらいいか分からん。もう、旧社も多分ね、困ってると思う、多分。おうそうそう。う君だけで連続ドベったらどんだけ馬券被害者を。いや、ほんまにこれ。だってこっちの時だけら多分一番人気だよ、これ。一番人気だよね、これ。ほら、人気一番人気だよ、これおう。で、ドベ。ビビるよね、多分ね、これみんな。え、えー、っていう。おう え、えー、って、あ、このままっていう。おうん。マジで。おうん。で、今回3番人気でまたドベっていう。おうん。ま、あの、え、また休ませんのこれ。また休養休ませたばっかりなんだけど、これ。ちょっと前に1ヶ月。無理だよ、もう。金ねえもんだって。おうん。休ませたそうなんだ。え、どうすればというか、結局欠陥だったんだろう。まあ、結論、その、どこにね、結論を持ってくるかっていうと、 おうもうそういう話もなるかもしれない。ただ、ただな、もう別な体が驚いたわけでも気持ちの問題なんで、逆に言ったらね、気持ちの問題なんだよ、気持ちの問題。うん。だったらなんとかならないかと。例えば、足はね、折れてしまった。例えば、クッきーになった。そういう肉体的な問題だったら諦めもつくわ。まあ、これ本当しょうがないですねとね、怪我ですからと。ここだよ、ここ、本当に。気持ちの問題だったらなんとかならないのかなっていう。 ういつかなんか戻ってこないかなっていう、そこはどうなのっていう、馬主は分か,分かってから目が死にまいど、なんて俺,俺と気づいてからみたいなそう、ちょっとどういうことですかっていうね、そうそう、うん、えー、つうかどんどん使ってけ、あ、いや、使うん、使うん、絶対た全然疲れてもないんだからね、だって、汗もかいてない、息も上がってないっていう、うん、そんな状態だから、マジで、うん、え、もっと馬を精神的に追い込む。いや、だからね、まあ、要はレースはね、どんどん使っているわけなんだけど、もう馬が全然、 おう要は、歯み取ってくれないっていうね。おうん。そう。え、ま、いい子に乗ってもらったら気合入るんじゃないチンコの俺がうん。俺が気合入ってどうすんだよ、それ。うん。北海道の大自で鮮度、せんだからね、結局ね、やす休まし、疲れてないんで全然。うん。全然疲れてない。うん。だから、ほんとね、あもうこれってほんとにこんな感じで終わんのかなっていう。おうん。一瞬で、マジで。おうん。え、相性あった 探しかないまあ、それもあると思う,おう。吉村さんは実績あるから、吉村さんにもう一回戻してみてっていうのはやるけど、いや、これはなー、ちょっとね、原因の部分がやっぱりね、探さなければいけないよね、やっぱね、なんだかんだで。おう次、吉村さん乗って、これ本当だめだったら、やっぱね、ちょっとやっぱいろいろ考えないといけないで、本当に。もうこれちょっと、もう本正直、馬も馬主も追い詰められてるから、おうマジでこれは。 連投策。あのね、連投はね、あのー、経済的にも,も、ま、あやっぱ肉体的にもね、両方いい面ないんだよ。手当もね、半分になるし、そうそう、もう、かっあ、なんで消えたうん、ちょっとすみません、電気消えました。あの、ね、勝つしかなくなっちゃうんだよ。うん、そうそうそう。で、まあ、た多分やんないと思うけど、例えば、今日走ったでしょえ何日だえー、えーうん今日何日だっけ ?4 日か。4日だっけ、今日うん。 で、次のね、第4回のその開催が9日からだけど、まあ、ここ走ってもね、結局、あんま変わんないんだよね、これ。うん。いや、勝たなかったら逆に損なんだよ。うん、そうそう。一回抱いてやれ。なんで、なんで10回やんねんそれ。うん、この馬を進めた人に範囲聞いてみて。もうね、それラフィアン聞くしかないよね。まあ、教えてくれないと思うけどね。そうそう。うえ、手当て。あ、半分,半分、連投したら半分です。はい、そうそう。うん、今4日ね。そう。で、4日で、 多分ね、次の日次の週はね、開催が変わってるから、これは連投に、いわゆるね、その、規定上の連投には当たらないと思うんだけど、まあ別に、ここで急いでもねっていう感じもあるから、まあ、使うのか使わないのか、ちょっとまあ、うん、あのー、九州の人に任せようとは思うけども、うん、そうそう、もうでもね、きついわ、ほんとに、うん、いまあ、正直に言う、マジで追い詰められてる、おーもうん、どうしようっていうね、うん。 いやいはっきり正直に耐えられないもんだとこのままいくと、だってもうブレスだけで、要は2走したって、要は多分20万のうちね手当てで持ってくるのは10万強だよ。おうただもう、ひたすら走、全部ちゃんと走ったとしても、もう10万ずつブレスについて払わなきゃいけない、そういうイメージ。そうそううん、ブレス、賢いなら1着取っても餌一緒だもん。 チュンなそまあ、まずそうなんだよ。まあ、ある意味賢いよな、本当に。おまあ、ずるいんだよ。だから、そこをなんとか変わらないかなと。おうちょっとなんか、走って嬉しいみたいな、こう、前に、ね、戦闘で行くことを感じないかなっていうね。おういや、逃がしてみよう。次ね、まあ、スタート決まるかどうか分かんないけど、あの吉村さんに出口、ね、打ってもらって、あのー、逃がす。うん。だそれはやるんだけど、まあ、それでもダメならね、もうちょっと本当に、 落ちてないんだよ、ほんと。おうん。マジで。きついな。いや、ほんとにちょっとね、もう、だから一番つらいのは、原因がはっきりしないからもね、つらいんだよ、それが。わかるそれ。おうん。マジで。うん、え、背中を押してくれた。 馬神様は、はい、なんてて言ってるもうね、うまがみ連絡が取れません。その上、ゴールデンウィークちょっとね、ブレス見に行くわって言って言ったから、あどうなったんですかって言ったら、あごめん、ちょっと彼女と旅行行くわって言ったら、マジで殺す、マジで。マジで殺していい、本当に。って言ってった、本当。もう死んでもらいます、本当ね、今度、そうそう。うん、え、しんちゃんやったらどうやったらやる気出るあのね、俺 俺やったらもうね、それはもうちょっとワンセクとかね、ちらつかせたらね、もう速攻飛びつくんだけどね。そうそう。うん。とりあえず手当てだけは稼いでもない,いや、まいや、手当てあ,ってあってもだよ。あっても、やっぱその転入組っていうのは結構やっぱ厳しくて、手当てがそもそも少ない。うん。だからとても回らないんだよ。うん。そだからこそブレスやっぱ勝たなきゃいけないっていう。うん。旅行行くんだって。そうそう。うん。ね。馬女神様いてね。本当ね。ぶち、今度はあったらぶち殺します。本当ね。グーで殴ります。はい。そうそうう。ん。進めてきた人がこれで彼女と、そうそう、そうなんだって。 うん。ただから見に行かないって言った。はい。まあ、さんならツインターボで、こう、同性スタミナ、アマなら、しば、いや、そうなんだけど、いや、もう行かす。多分ね、次、花行かすと思う。今日もね、行かそうと思ったんだよ。そうしたら全然、あの、出なかったでしょ見よっか、一応。もう見たくないんだけど、見るか。うん。えー、っと、これうん。ちょっと見るか。一応ね。うん。まあ、一応、ちょっと見ます。はい。ちょっと一回止めるね。 えー、プロパティのコピーと。うん、そうそう。え、いつがわかるけど、ブレスもジャパンもそろそろ見気をつけないと違う。いや、もう、今もうすでに地獄です。はい。もう全然手当ても入んないし、ジャパンは全然いいんだけどね。ジャパンはむしろこれからだよ。うん。本当ね、今までよく我慢してよかったと。うん。ただ、ブレスはな、原因がわかんないんだよね、本当に。原因が。それが一番つらい、本当に。うん。だそれなんだよ、本当ファイルの開く言われる貼り付けと。うん。それが一番つらいんだやっぱり。 なんだよ、これ。サイズ。これか。よし。うん。見ていこうか。驚くぞ、マジで。うん。このレース、ほんと。うん。これね。ま、まず出ないよね。うん。まず出ないっていうね。う,う,う,うん。 しこれ、なんかね、いや,いやいやいやしてるんだよね、これ、たけ<う>さんもあれあれ,あれみたいな、これ、うん、まあこんな感じでスーッといくわけなんだけど、<う>ま,あまだこの辺は良さそうに見えるんだけどね、そうそうけしさんもそんなに追ってもない、うん、でもね,これね、この状態で、もう半、ね、取ってないんだってう、だからあれあれあれみたいな。う,うん

番のリーーもう終わりよ、これで。こんなもんよ、これ、はみ、うん、っていうのは、ちょっと待ってよ、これ、あのこの馬,馬あるでしょ、馬のこ,のこうやってく口の前にこれはめてるでしょ、これね、で、こう口をこう引っ張って止めたりとか、うん、で、こう、まあ、馬がはみを取るっていうのは、そのこれを引っ張ってるのを自ら取って、前へ前へ行くと、要は前へ進もうとしてるっていう状態は、みを取ってる状態。うん それをしないってことは、前に進もうとしてないってことだよね。うん こんなに馬主は辛い思いしてるのに、ブレスはもう何にももう、いや、あの、全然、あの、いいです。僕は走るのとか特にいらないんで。っていうような感じで、まあ、いますっていうことです。はい。そうそう。うん、体力あり余ってんだから逃げて、それを生かす。いや、だから逃げますよ。はい。一回逃がします。前に行かせます。うん。もうそれぐらいしかないかなっていうのは、もう、厩舎もね、そう、今日もそう当のつもりでしたと、うん、言ってるんで、そうそう。うん。原因ってスタミナ余らすことでしょう。てか、こいつ最初からやる気に。いや、そうそう。最初からやる気ないんで、本当に。うん。 見たでしょだって。もう、もうちょっともうゴール前とかも見てもしょうがないから、もう見せないけど、うもう一回見ようか、スタート。うん、もう一回ね、ちょっとよく見といてう。びっくりするから、マジで。ういや、たけしさんのやらずとか、そのね、もうその以前の問題だから、マジで。う完全にね、舐めとるわけよ、これ。こんな感じ。うん、のっさみたいな。うこれね。 まあこれ、まあ、出遅れというか、そもそも出てないっていう感じよね、これね。うん、その後、ピュッて出るわけじゃなくて、もうね、もっさ、もうジャパンと比べてみるよ、ほんと、マジで。もうこの時点でジャパンとやったら、もう多分ね、ジャパン、もう2、3バシン先にいるよ、これ。うん、えおい、クソバ話、今来たから3時。どういうことやねん、その3時間って。もう終わるは30分で、あと。ま、うん、ううずし、まじしまあまあ、それだね。うまじしんマが全くね、走る気がない。は、うん、みを取ってないっていう状態っていうのは、もう、あのー、この口あるでしょ。で、これを、 こう前に行かないから、全然取ってない。うん、ファーってね、もうその辺ファ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 って歩いてるもんだよだから、うん、馬のペースでね、ちんたらちんたら歩いてるような状態ですね、ブレスはと。うん、そういうこと、そういうこと。うんそうそうえー、出遅れた場合には無知入れてないのが筋くが。まあ、それもちょ、まあ、どういうあの加減でね、そうなったのかちょっとわからん。うん、まあ、余裕かなって思ってたのかもしれない。あのま、要は気配とか、ね、パドックのバタの状態とか、抜群に良かったから。うん そうそうそう。これね、まあ、追って、追ってと、うん。で、まあまあまあ、これでもいけるかなという感じだったかもしれない。この時点ではまあそんなに悪くもないしね。うん、ただ、じゃあ、いざという時になった時に、全く歯ミを取ってないっていうね。うん 驚きだよね、本当ね。マジでよかった馬体とか、なんでこの馬が小さなのか全く分からなかったもん。ンカかいらんかもしれないけどな、これ。もうね、ちょっと信じられない、どっこいしょって感じだよね、本当に。そうそうそう。まあ、一周走ってくるかと、ちょっとね、もう一汗かいてくるかみたいなね、おっさんだよ、おっさん。 ポールいくよね、これ結構ね仕掛けていくんだけど、もうハミ全然取ってないと、えええみたいな、タケさんこの辺でだんだん、あやばいみたいな、手応えないっていう、ずるずるずるみたいな、これね、もう今この時点で追ってんだけど、もう無理みたいな。 だからもうああ無理っていうのでまあほとんどもうこれで追ってないけどねそうそうそうまあ送ってけどもうこれで全然手応えがないからうんこはミ取ってないんだこれもう全然ね首上がっちゃってるでしょこれほら首も横向いて全然イライライラみたいなあもう消えたはい消えましたまあねそんな感じだよほんとなこんな感じ ットは一流本当にお、むしろブリンカーない方が、そっかもね、いや、それも、俺ももう、まあ、それも、急車側でいろいろね、外したりつけたりしてるから、おまあ、次どうするか分かんないけど、そうそう、うん、怪しい乗り方だな、まあ、っていうかね、歯み取らないとあんな感じです、もう、だから、騎手の言うこと聞かないから、おまあ、いい意味でもね、そのまあ暴走する、しない、両方の面でね、そうそう、騎手の言うこと全く聞いてない、要は舐め取るわけよ、ブレス。 うん、そうそうそうあの。しんちゃん、バーベキュー会場は、岸和田観光の上で、一人で行け、一人でもう、コストコ行ってこコストコ。うちの、まあ、食う名マじゃ。うん、熊沢に頼むしかないな。熊ちゃんねえ。まあ、ガシガシ追ってくれよねっていうね。そうそう、地方だったら。まあ、でも、地方だったらね、その、王はないっていう意味では別にそこ問題ない。ただ、舐められとるわけだよね、これ、完全に。うん。要はね、人間を舐めとるわけよ、ブレスは。もう、ちょっと頭いいかしらんけどさ。そうそうそう。だそこだな 本当ね、ピタッとね、息の合うね、やっぱジョッキーがいたら、もうその人に全面的にお任せするという感じだと思う。うん、そうそう。来週も連投しよう。いや、もうそう分からん。うん。行くんだったら、もうそれを全部厩舎に任せる。やっぱ体調の部分はね、厩舎にしか見えないから。うん、そうそう。松の声も。本当だよ。俺初めてだよ。自分のま目の前にして。<laughs> ええ,え,えっていう。うん。だって、いや、だってね、思ってたのと全然違ったもん、ほんと。うん。え、こんなんありえんのみたいな。うん。 そうそうそう。マジで。ちょっと泣きそうになって、ほんと、正直言ったら。うん。ちょっと泣きそうになってた。うん。マジで。だって、走れないだろ。だってこれ、重馬場で1分34秒走って、これ何これ、これ。うん。両馬場でジャパン今1分33秒台なんだけど、これ。うん。え、ブレスの他の間をちなみにして先に行かしてるじゃん、前に出せばいい。いや、前に出すよ。だから前に今日も出したかったら行かないんだよ、前に。おうん。まずね、スタートから。そうそうそう。だから、もうね、どうにもならんわ、ほんと。 う,ん、も,う,どうにもない、うん、うつ病、いやもうブレス、全然元気だけどね、そうそう今のコンソーだけじゃまだ分からないから、次走が重要かも、ね、まあまあそこはね、やりますよ、次もに多分逃がすと思いますし、うん多分次は吉村さんに乗ってもらおうこと思うん、やっぱりちょっとさんと相性があんま良くないっていうのもあるしね、そうそううありえる、AL、どっち、何の話ですか、これ、うん、あの洗剤はありえるです。はいそそうそううん さて、NHK 周りの予想か香港のルーラーシップの縮小開始を。もう、かって、他でやってくれよ、他で。そうなったら、もう NHK 周りはね、週末やります。もう、もう、今日はだ、だもう、どうすんだよ、これ。いや、もう、ほんと、今日眠れんかも。うん、プレス。もう、どうすんのっていうね、これ。オーナーです、オ今、この馬の。つらい。ほんと、つらい。だけど、もう、ちょっとね、そんな、ただらね、じゃあ、もう、やめっていうことも、やっぱできんし、お 言ってもな、まあ、バボーったら、まあ、可愛い顔して待ってやげよう、ブレスがね。ふんみたいな感じで。うん、そうそう。馬券の縮小会やれるよ。いや、馬券の縮小会ってもうそんな気持ちになれ。このでもうね、ほんとオーナー自ら馬券で稼いで、これを予託に当てるわけだよ。うん、もう今日の分みたいな感じで。そうそうそう。うん。ブレスさん渡したあのね、もともとブレス渡さんに管理してもらってた。うん、でもダメだった、やっぱり。うん、渡さんにやってもらってもちょっと無理みたいな。そうそう。うん、5月、あと何回走る予定 公約もうそればっかりかよ、マジで。あとね、たぶんね、もう、会って2回だと思う。おうん。しなければ1回。うん。だ次が勝負になると思う。うん。もうね、いや、マジで、でもな、今月中に行ってくれんと、もう俺が持たんわ、マジで。おうん。マジで。おうん。どうするんっていうな、そうそう。うん。あ、こんばんは、セイブどうもーってことでね。はい。うん。 さんたち反感食らったよう、分発言はすみませんでした。ただ正直、え、真面目に終わってますよね。復活まで待って、お金が持たないような気がしますね。決断早めに。いや、決断、決断って言われても、もうね、あのー、まあ、言ったらね、着えを C3 で繰り返す馬っていうのは、やっぱり入れない、もう入れないんですよ、そんなに。うん。こんなね、トップの9社には。そうそうそう。だから、その辺はもう覚悟はしてます。うん。 だからこそブレスに頑張ってほしいし、そこまでに何かできることあれば、俺もやりたいというのは、もう繰り返し言ってる通りですね。そうそうそう。だから、なんとかしてね、できないかなと、何か。おだから、それは何だ、どうしたと、ブレスと。もう、もう気持ちの問題なんだろうなっていうのは、もう、薄々わ分かってきた。もう、今日の馬体とか見てたら、全然体調面問題ないから、本当に。おー ピッカピカだったよ、ほんと。気配もいいしね。そうそう。ただ、レースに行くと、もうね、何もね、走りたくないみたいなう感じになっちゃうわけだよね。そうそうそう。うん。だから、そこで、なんだろうなと。うん。もう、だからね、結局、ここの気持ちになってくれればいいわけね。だから、体がね、なんか、こう、へくったみたいな、そういう話じゃないんだから。 うそ,うえそういえばサンテミリオンも多くて終わった。あのね、サンテミリオンってなんか故障したんじゃなかったっけ一回。ちょっと体、体調崩したとか。何にもないからね、ブレス。うん。何にも崩してない。うん。そうそう。え、岡田総主に切れようや、ダバをやがって。いや、もう逆に切戒替えされますよ。それがまあビジネスでしょうみたいなね。そうそう,おう。まあ僕はいいと思って買ったっていう、僕の判断ですから、すべて。だから僕の、はい、失態です。はい。 お前、いいとこ、諦めないことは、悪いことは、諦め悪いとこ。まあ、ちょっとな、なんか、同じだけど、どっちみたいなね、感じなんだけど、ただな、もうちょっとな、これ、だって、諦めるわな、やっぱな、もう、ブレスの顔が浮かんでくるわけだよ、これ、やっぱり。えー、俺、売られるみたいな。うん。なんとかしてあげたいなと、うん。思うだろ、だって。初勝利をね、持ってきてくれた馬なんだよ、だって、これは。うん、ブレスはさ、11月1日に、 うんだからもう一回勝たせてやりたいと、うん、いうふうに思って、やっぱね、そこはね、簡単に諦めきれないかなっていう、マジで。えー、失恋したんだよ、ブレスは。誰とうん、誰とのその相手に話してくるわ、そうした。うん、棋士をいろいろと変えてみたり、何でもやって、あ、もうやってやってる。うん。 だから、もう一回、吉村さんに戻したいとか、で吉村さんもダメだったら、またね、変えてくんだと思うもう相性のいいところ探してね、そうそうそう。なめられてるわけだからね、そうそう、ジョッキーが。うん。え、いや、諦め、なまあ、諦めきれんけどね、そうそう。ブレスは一度売られてるからね、そうなんだよ。だから、もうね、まあ、うん他に出す。いや、まあ、天球っていうのは、一回ね、これ、天球組だから、別に他に出すのは、別に簡単に出せるかもしれないけど、ただね、ただそれでもさ、やっぱ手元に置いていきたいというのが、 泣くねっていう、うん、だから遠くに行ってしまうとね、もうどうなってるか全く分かんないからね、体調とかお、パドックも見えないし、ましてやね、バボにね、行くこともできないわけだから、うん、そうだ、それはできればやりたくないと、うん、思うわけで、あと、特に気持ちの面であれば、なんとかね、じゃその他でできないかというふうになるわけじゃん。うん、だからその部分、うん、なんとかなんないかなと。 うんそうそう。え、渋谷に言えば何とかできることもあるけど、相手がいるからお前のエゴでやってもいいことないだろう。相手ああ、まあ、厩舎ね。いや、厩舎にもう無理ですって言われたら、それは諦めるよ。もう、それはしょうがない。だって、もう、いられんもん、それは。うん。 だから旧社の人がまだ、あのじゃあ頑張りましょうねって言ってくれるうちはやるよ。うん。川原とか乗れるのか。あるのかな付き合い。も、まあそれはやっぱ旧社の付き合いによりますね。はい。そうそう。ラフィアに振り込め詐欺あったと思う。どういうことよ、それ。もうだラフィアに振り込み詐欺ってどうか。詐欺だったらもうちょダメじゃん、それ。その時点で。うん。250万で1年働いたい。よいだけじゃ。よく言うよね、俺。1年働いたって結局予託料があるんだけど、予託料が。お250万で終わりじゃないんだから、だから。お毎月、毎月。そうそうそう。ある程度、 時間を決めててその他でいいろろやってダメならあのね、もう多分ね、要はもう旧社でももうお手上げですってなる時期が来たら、もうそれはもうやっぱ受け入れなきゃいけないと思う。だからそこまでになんとかもうブレスの気持ち自体も変わってもらったらいいなとは思ってるけどね。うん。そうそう。だからな、なんとかなんない、なんないぐもう今日見ててもつらかったわ、本当ああ、もうまたブレスやっちまったみたいな。 またこいつの気持ちが出ちゃったっていう、どんだけお前気性悪いんだよっていうな。うん、そうそう。ゲルにできること、あらおうに天球ないから。おもうそこないからね、レースね。そうそう。でも前走全前,前走は構想してるんで。いや、これもね、結局は C3 なんだよね、これ。C3。うん。もうクソみたいなレースで、まあ、ただそのまま歩いてきてるだけっていう。うーん。あんまりなーっていう感じなんでね、本来の力では全く全然ないっていう。本来の力からはあの5秒ぐらい。うん。 5秒だから、えー、25バシンぐらいあの違います。はい。そうそう。虚勢虚勢って、なんか意味あるのかななんかよくわかんないんだけどさ、それも、どうなんだろうか。ブレスのやる気出す方法ないのいや、俺、だからそれをね、あの聞きたいんですよ。むしろね。なんか詳しい人いたら。そうそう。ブレス、転究させてくれんの転究ダジャレかよ、もう。ダジャレかよ、それそうそう。村がある馬なのかもしれない。村、村ばっかりですね、ほんとね。村でいい時がないっていう。 うん、最近、そうそうそう。うん、ただもうね、もう C3 でここまで来たということは、結局相手関係って全く関係ないんだなと。うん、逆,に逆に言ったらきっかけさえつかめば、あのー、もうど,どこまででもいけるよねというのもあるわけだよ、うん。そうそう。ただね、おかしいのは、中央ではね、やっぱある程度こう、ね、構想も連続してたんだよね、うん。これ何だったんだろうなっていう。そうそうそう。これ結構ね、地方並みに使い込んだ時期もあったんだけど、これ結構ね、 頑張ってんだよね。3着、3着、4着とか。まあ、未勝利だけどね。そう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 。うん。どうなのかなっていう。んこれでブレスが万が一売れて途端に走り出したい,いや、あり得るよ。だ、そういうもんなんだよ、結局。きっかけだと思うからね。そうそうそう。ブレス、C3 レベル高すぎ、高知。いや、高すぎとか、だから、見てみるよ、これ。うん。札幌のね、未勝利、1007ダート。普通に3着、3着、4着とかこれお。どんだけ優秀なんだよっていうね。 そうそうそう、うん。1分48秒0。どうこれ。うん、んマジで。え待のムラムラばっかりしてる、ね、な、まあ、僕もたまってますそれはね。3人以上やってないですから。そうそう人の気持ちも変えられないのに、馬の気持ちは変えられるのかなどうなんだろうね。いや、それはまあ、プロのね、あの人たちが扱ってくれてるわけだから、なんとか。 いや今日もね、メールしておめでとうございますとね、うちのブレスもまた勝たせてやってくださいという感じ言ってね、うん、あの、まあ頑張りますという話でね、メール返事来たけども、うーん、まあね、やっぱ、俺だったらやっぱりね、それはもうライジンの方がね、全然大事なんでね、そうそう、ちょっとブレスにどの動画だけ見てもらえるのかなっていうところは、ちょっともう心配ではあるけど、でもそれはもう信頼関係だからね、もう本当に、おおお任せしてなんとかやってもらうしかないと思う。うーん、そうそう。 園田、うん、に移籍して一層目が一番良かったから、やはり鮮度とか大事なんじゃないあそれはね、そう思うよ。俺も、まあ、江ラだからね。うん。まあ、ここから、どんどん、こう、切り崩していったんだろうな。ただね、とはいえさ、じゃあ、ムービーブレス、ムービーとか、ジャパンだってずっと走り続けてるわけじゃん。こんな落ち方ってすんのみたいな。うん。そうそう。で、それね、例えば、じゃあ、1個あるとしたら、チャンスがね、今のままのがん、まあ、状態でいきながら、チャンスが1個あるとしたら、7月から姫路があるんだよね、姫路。 姫路競馬、うん、もうこれが本当に俺はラストだと思ってるもうそういう、そういう意味であればね、例えば競馬場が変わったら走るんじゃないかというのがあるのであれば、7月から、7月、8月は姫路競馬だから、そこがもう本当にじゃあ、それもだめだった、らもう本当にもう走ることがどこ行っても嫌なんだと思う。 うそうそう一応強いのと走らせて、ああ、もうそれもね、あるかもね。でも、そのチャンスもないよね。そうそう,う。ブレスは親に捨てられた不良と一緒。なんだ、大事にしてるよ、本当に。めっちゃ大事にしてる。橋本厩舎全国賞金ランキング、厩舎1位だからね、大臣とユリシーズの2頭で稼ぐ。まあ、そういうことねうね、そんな厩舎に、じゃあ、小さんでね、勝てない馬がずっとね、馬房を占めていいんですかっていう、うそういう議論にもなるわ、だから。うん、だ極力ね、迷惑もかけないようにしなきゃいけないし、できることならば、ブレスにも勝たせてあげたいと。うん 言うところでさ、マジで今日本当、どうすんのこれっていうので、もう答えが出ないね、話なんだけど、それはまあブレスのみぞ知るっていう、村だからその写真じゃね。いや、それもね、願いたいんだけどね。でもそういうのに、じゃあ、その村をね、じゃ十10層やって1層だけみたいな、それだとずっと C3 ですからね。そうそうそう、だからそれも困るなと。 うん、気分転換だろうな、同じ調教法とかだけではあかんのか。あの、ね、いろいろやってもらってますよ。単装とか合わせ馬とか、うん、強めに追ったり馬乗りにしたいっていうのはやってもらってます。ブリンカーつけたり外したりね、いろんなことやってで、担当の気分員さんをあの変えてもらったりとかもう、あらゆることをしてるんだけども、何をしてもね、今日の結果ですよ。はい、そして、うん、どうすんのかなっていう。まあのー いろいろね、まあ多分次はじゃあ吉村さんに逃げるというのは、これも当然試してみるんで、その結果を見てだとは思うんだけども、うもうまあ、まずそこを見ようか、もうそれでもダメとかいうのは、まあ、その時考えるか、もうね、とりあえずもう次はもう相当これね、やっぱ勝負になると思う。これであかんかった、もう無理っていう。うもういや、前走はねあの、確かにちょっと太め残りだったから、3着っていうのは。 これでちょっとあかんかったら、ちょっと俺も腹くくらなきゃいけないのかなというのは、正直思ってる。うん。その一生で力尽きたんだろう。早すぎるだろ、それは。早すぎなきゃね、それ。うん、ちょ、早い。応援行かないと3着だったら応援に行くよ。いや、応援行くとか行かないとか、もうそのジンクスじゃん、それ。うん。気づいてるのっていうね。そうそう。いやなんとかなブレスさん、現状1400のタイムが34か35秒台限界になってますから、今回の奔走は奔走でないですしね。あのね、 おもばばですけどね。うん、おもばば、うん。で、かつ、まあ、前奏はこれ、全然太め残りなんで、うん、ただね、もう、うんブレスブリンカーイラインいや、まあ、そうであれば、また今度外してくれるんだと思う。うん、あの、つけたり外したりしてるからね、定期的に。そうそうそう。真神様、ゴールデンウィークは彼女と旅行しないの。するかもう相手がおらんだろう、ねうん。ぶち殺しますよ、マジで。うん。えー、現状あ洗おう。なにこれ。 アラオ LV って。アラオないからね。そうそうそう、うん。ブリンカーしてたら逆に気分害するかもしれない。まあ、それもあるかもね。うん。だからね、なんだろうね。もうね、本当わからん。まあ、とりあえずね、逃がしてみます。まずはね。うもうそこからだと思う。うん。そうそう。キムタケ嫌うまはいると思うな。まあ、あの相性はあると思いますね。そうそう。だからそこは変えます。そこもね。うん。ブレスのその最速は諦めて。 通勤の足として行動最速目指すと、死ぬわお俺が死ぬわ、それ、うんそうそう。今のは殺人予告、どれですか、うん、いや、ちょっとそういうのにかかるものがあったら、ちょっと今のはあの P でお願いします。はい。そうそう姫路の新次郎ことコンビ、本当ね、まあ、あわよくば乗ってやろうかしらっていうのは、ちょっと新次郎も言ってると思う。うん、そうそうまあ,あの姫路競馬がね、7月、8月あるんで、じゃあその場所変えてみたらリフレッシュするんじゃねっていう話であれば、うん。 あのそこで結果出るはずだし。まあ、その前にね、ちょっと、いい加減目覚めてくれよ、ブレスという話もあるよ。うんちょっと、ここはもう一回やっぱりね、9社と一回話はしなきゃいけないと思う。うブレス最後、諦めたの、砂かかってるのって、砂,砂かかるの分かってるからだよ。うんあ、もう砂かかるのは嫌ってことうで,であれば次ね、逃がすから。逃げれるかどうか分かんないけどね、そもそも。うそうそうんそそそれで まあ結果が出ればね、おまあそれでよかったって話になると思うけども、まあブリンカーつけて砂かぶったら辛いだろうな。目の中入ってくるから。そうそうそう。うん、ゴールデンウィークをスペシャルウィークって言い間違えている人いるお父さん。ああ、どうぞってことで、うん。僕は一応ね、ゴールデンウィーク、まあゴールデンっていうか毎日がゴールデンウィークなもんなんでね。そうそう。うん、再生工場の竹とかに乗せてみよう。だ、乗ってくれないよね。まあ中央だしね。肉高さんはね。そうそうそう。もう C3 ですから、本当に。うん。たもうね。 ああ、もうできや、本当ね、ショック、これね、ショックを隠しきれない、マジで。もうどうしたらいいのかなっていうのねこ、結局、なんか、もうここは悪い、ね、休ませようとかってのは、もう休ませたし、ね、暖かくなったし、今日バターよかったし、気配もあったし、冷静だったら走らなくなるみたいな。おーもうどうすんだよっていうね、マジで。うん、C さん、うるせえよ、マジで。違う、違う、うん、そうそう。お腹きすれば治る。俺が でも、それはちょっとね、できない相談ですねっていうね。そうそうそう。うん、また食おうとするし、ほんまにちょっと。ね、こっちょ腹ぺこち、まじいい加減にしろっていうね。鴨宮乗せて金了したと。まあ、それもあるかもね。うん、最終的に。今日ね、あのー、橋本九車の馬、うんま、にね、鴨宮く乗ったからね。そうそうそう。岸山さん、ダメなら今度は金了。なそうやね。まあ、いろいろ、いろいろね、多分試していくんだと思う。これから。うん。あの、九車も、だから原因がね、保養も悪くないし、うん。 全くそのバタに関する問題点は何もないと。内臓も問題ないと。うん。いうのであるのに、これちょっと走らないというのは、ちょっともうい、いかがなものかと。うんあれ。これ見て元気出せ。ちょっとクイックしてみか、クイック。うん。ノットファウンドですけど、これ。うん。何もありませんけど、これ。うん。ちょっと地方の客 こう来てくれる豊かならもしかして。いやー、でもね、それだけだ、結局ね、そ1回だけっていうのでも何にもならないんだよ、それ。1回だけだったら。やっぱずっと継続して乗ってくれることじゃないと意味がないんだよね、結局は、ね。うん、迷子妊娠知りません、それね。妊娠した僕のせいでしょうか。はい。えー、中央で構想した時の通過順位ってことは、やっぱり前で行くか、じっくり乗るか。前で行くか、じっくり乗るか。なるほどね、もう前々しかないと思います。はい。後ろで行ってももうね、 おマックル元気はとてもあるようには思えないからね。そうそうそう。うん。ちょっと戻すね、これ。クリック。うん。えー、んあ、これもう一回。うん。はい、クリック。うん。もういいよ、それ。もうご、もう悪かった。もう俺が悪かったから、ちょっと、ちょっといじるのをやめてください。もう俺の画像を、これ。ちょっとほ。ほんとやめて。もうなんか今、こう気分が沈んでる時に自分の顔を見ると悲しくなってくるんだけど、これ。ほ <laughs>、うん。そして、ウオタクのこれ着順。もう勘弁してくれよ、本当に。 ダメなのかな終わっとんのかなこれ。えさっきの顔なんだ知らねえよ、もう。マジで。もう、もうちょっと気の利いたことないの本当に。なんか、ほんとなんか傷口に塩塗り込むよね。君らね。ほんと。マジで。え鼻しかねえよ。そん気ないって。いや、じゃあ、だから次、じゃあ鼻、花立たせるよ。マジで。うん。吉村さんで、花切らせるおう。まあ、切れたらんだけどね。おう出口、バシバシ出て。 う行かせるから。もう、これであかんかったら、もう、無理か。無理なのかな。もうちょっと、次はどうするっていうのは、もうちょっと考えたくないけど、まずそれやるわ、じゃあ。うん。何がこれはひどいって。もう、見るな、見るな。え、これ、そうだで構想してるとき。あ、マジで ?6522、6622 65 66。まあ、まくっていったときね。そうそう。うん。今のお前がブレスだとしたら、こういったラジオやる気出させるしかない。まあ、そうだね。ちょっと、要は舐め腐っとるわけだから、ね。人間様を。 もうこれちょっと、おい、ちょっとブレスいい加減にしろと。おい、ま前、あ、ちょっと、いや、俺はね、もうね、バブー行くたびにブレスにビンタあげてるよ、ほんとに。お前ちょっと白バれみたいな。パッみたいな。おおって顔してるけどね。そうそうそう。ういつものジェニインのポジティブさに。いやー、さすがにへこむだろ、これだって。 しんがり負けだよ。たけしさん乗せて。まあ、3番人気。ね、ちょっと一部、一時一番人気にもなってたよ。そうそう。ブレスあれだろ。顔につながるのに嫌がってるから、少し距離を分けようとする現象を覚えちゃったんだよ。そして、素直嫌いになった。前に行くしかない。なんかすごく説得力ある。400。う次、じゃあ、分かった。次は本当に、あのー、花切ってもらうように、念をしとくわ、本当。ぜひお願いしますと、今回は。もう出口くらってでも、頭引っ叩いてもいいんで、とりあえずもう花に行ってくれと。 おう言っとくわ、これ。これもう一回見とけ。何これちょっとクリック。うんタブルクリック。うんこれか。ううんもういいよ、これ。同じのじゃん、これ。そして。うううんそうそうえ、俺はまだ諦めてないと。だよな、俺がちょっと諦めてかんわ。おすまんな、ちょっと。おちょと頑張ろう、これ。おいや、花はね、今日も切らせようと思ってたんで、本当に。うん 次はね、絶対行くと思う。そうそう。うん、暴力で走るなら、世話ねえな。いや、まあ、とりあえずね、だから、ガシガシうん、出向き行って、ブリンカーつけてくるのかなちょっとわかんないけど、やっぱり、ね、ブリンカー、後ろからでブリンカーって結構辛そうだよね。やっぱね、目の中入るし、そうそう。うん、松野、これ見たら、先、これ見たら先方一つしかないだろ行くか、じゃあ、わかった分かった。どうも、みんなもそこまで行ったら、そこは、ちょっと、もう鼻切らすしかないかなと、うん、思うわ、そこは。うん。 花切らそう。おい、や、それはちょっとネオンスはマジで。お逃げるブレスいらんない。いらんない意味でどういうことだよそれ。おう、もともと芝生だし、なかぶるのに。まあ、それもね、あると思う。まあ、ドアとやってるけどね。おブリンカー3つぐらいつければ走るんじゃない。3つ、並べてどうす、並べて。おマジで。ちょ、早い。砂かぶるの。まあ、嫌かもしれない。確かに、そういう意味であれば、ね、これちょっと、お中央の時も、あ、これ違うか。俺、ウオタクだった。え、ブレス、ブレス。ちょブレスかもブレスかもん。ブレスかもん。えマイネルブレスかもん。うん。 確かにな、うん。あの、中央の時も、おうん、そのね、要は後方から行って、おうん、これね、完全に、この砂のかぶらないところから行ってるか、おうん、中途半端な位置取りで砂かぶってると死んでるみたいな。確かにな、ちょっとみんなが言うとるりかもしれん、これ。おうん、そうそうそう。で、この時も、まあ、後ろから結構行ってるんだよね、これ。で、まくりに行って、外、外からね。あちょっと見てみようか、これ、もう一回。ちょっともう一回見てみよう、これ。 ちょっと待って2、ニ個ちょっと待って、ちょっと、ちょっと動画見てみよう、一回。チェックチェック。うん。ニコニコ生放送ってことで。うん。ちょっと見てみよう。えっ、ー、と、ま、えっ、ー、と、マイネルブレス。うん、ちょっとこれ、これ見てみよう、これ。えっ、ー、とあれ、マイネル、あれマイネルブレス。あれ、なんでないの、これ。うん。あ、生放送か。動画、クリック。うん。えー、ま、マイネルブレス。ちょっと見てみよう。うん。確かに、これ11、4、1日。ちょこれ見てみよう。 うん、ログイン画面へ。これちょっとね、チェックしてみよう。一番い,いか,かった時うん。これチェックしてみて、確かにそんな,そんな被ってないレースだったらそれが答えかもしれない。逃げたらマジで爆発したかもしれない、これ、うん。そうそう、クリック。うん、よし。なんだ何ななこれ、また。もう見ない。バカやろま、たもういい、これ。もう終わります、これ。超 出国。